クレッグ・ハーディはアメリカ合衆国の男性総合格闘家、元アメリカンフットボール選手、テネシー州ミリントン出身、アメリカントップチーム所属。2010年から6シーズンにわたり NFL のカロライナ・パンサーズ・ダラス・カウボーイズでディフェンシブエンドとしてプレーし、プロボールにも出場したトップ選手であったが、私生活のトラブルをきっかけに引退に追い込まれ、 総合格闘家へ転身した異色の経歴を持つ。高校時代はアメリカンフットボールのほかバスケットボールや陸上競技の選手としても活躍した。卒業後はミシシッピ大学に進学し通算39.5ロスタックル26.5サックを記録。2007年にはオールアメリカンセカンドチームに選出された。 ダラスカウボーイズでプレーするハーディカロライナパンサーズ2010年 NFL ドラフト6巡目でカロライナパンサーズに指名されて入団。翌シーズンからスターティングメンバーに定着すると2013年にはチーム記録体の15.0サックを記録しプロボールオールプロセカンドチームに初選出された。しかし2014年5月13日 元交際相手へのドメスティックバイオレンスの容疑で逮捕され、有罪判決を受けて60日間の執行猶予と18ヶ月の保護観察処分を命じられた。同年の開幕戦には出場したものの、第2週以降は、ロスター除外リストに登録され、シーズンの残り全試合を欠場した。ハーディは、陪審員による裁判を求めて上訴したが、後に、 被害者との和解案が合意に達し取り下げられた。ダラスカウボーイズ2015年、フリーエージェントになったハーディは、ダラスカウボーイズと1年1310万ドルの契約を結んだが、前年の事件により、NFL から10試合の出場停止処分を課され、シーズンの序盤戦を欠場した。チームに復帰した後もミーティングへの遅刻や、チームメートとの口論などトラブルが続き、 シーズン終了後に放出された。2016年9月26日、国会イ所持の容疑で、再び逮捕され、5000ドルの保釈金を払い、釈放された。2016年10月、ハーディは総合格闘家に転身する意向を明かした。それまで本格的な格闘技の経験はなかったが、翌年11月からアマチュア総合格闘技に参戦。すると、 3試合連続で 1R ノックアウト勝利を収めた。2018年6月12日、デーナ・ホワイトチューズデー・ナイトコンテンダーシリーズでプロデビュー。同じ元 NFL 選手のオーステイン・レーンと対戦し、1R 開始早々に左右のフックをクリーンヒットさせ、わずか57秒で5勝利を収め、UFC との契約を勝ち取った。試合後にデーナ・ホワイトは、 ハーディが UFC 本大会に出場する前に数、試合経験を積ませるプランがあることを明かした。2018年8月7日、再び、デーナ・ホワイト・チューズデー・ナイト・コンテンダーシリーズに参戦。テバリス・ゴードンと対戦し、試合開始から17秒で TK を勝ち。2018年9月29日、XFN352 でレイ・ジョーンズと対戦。 ガブリの体勢からジョーンズをパウンドアウトし、53秒で小勝ち。2019年1月19日、UFC デビュー戦となった UFC ファイトナイトサフド VS ディラショーでアレン・クラウダーと対戦。1R 終盤からスタミナ切れを起こすと、2R に片膝をついた体勢のクラウダーの頭部に、膝蹴りを当てる反則を犯し、失格負け。 2019年4月27日、UFC ファイトナイト、ジョックレイ VS ハーマンソンで、ドミトリスモリャコフと対戦し、パウンドで一チコ勝ち。2019年10月18日、UFC オン・ e SPN、レース VS ワイットマンで、ベンソソリと対戦し、判定勝ちを収めるも、ハーデが、ラウンド間のインターバルに、ズダの吸入器を使用したためノーコンテストに変更された。 2019年11月9日、UFC ファイトナイト、ザビット VS、ケイターでヘビー級ランキング7位のアレキサンダー・ボルコフと対戦し、0から3の判定負け。2020年5月9日、UFC249 でヨルガンデ・カストロと対戦し、3から0の判定勝ち。2020年12月19日、UFC ファイトナイト、トンプソン VS、 ニールでマルチンティブラと対戦し、パウンドデニティコ負け。ありがとうございます。